な俺に言ってん見てくださってる方に言わなきゃダメだよめちゃめちゃ動画やってるでしょ君忘れたのおはようございますおはようございます始まりましたロンパです始まりましたね久しぶりですねそうですこのタッグはかなり久しぶりかな、まあ、田中君は出てますからね、はいはい、チリさんと僕のタッグはかなり久しぶりかなと、はいはいはい、でも前回しっかり2人とも積もった回だったんで一緒に出た時ね、はい、はいはいはい、はい、確かチリさんがボンパはそうですね、はい、やりましたねで僕はディスカップの後積もだった、はい回だったと思います。そうですそうです、はいはい、で今日も頑張っていきましょう。やっていきましょうよ。お願いします。抽選です。まずは抽選です。そうね、130ぐらいとか。はい、そうですね。ここで121なんで、はい。お願いします。そうですね。最終列はこの後9時45分。一斉のでいきましょう。はい。一斉の、ね。それ僕じゃないです。間違えた間違えた。はい。すいませんね。いいですか。はい、一斉の。はい。うわ。うわ。うわって声が聞こえた。これ僕初めて弾きましたね。あでも多分ですけど収録で来店で含めて一番初めてです。はいはいはい。やば。もう言い訳はできないですよ。はい。言い訳はできないです。豆。いきます。豆もないです。ガロコレクションいきます。へそこんななってるやつですか。そうそうそう。こんなってるやつ。こんなってるやつ。いきますか。まあまあ。ちょっとはい、ちょまず30分ぐらいあるんで、はい、ちょっとね話して決めたいと思いますんで、はい、この後チリさんちょ待ってください。なんかチリシレットもう何ですか先に進もうとしてますけどおじさん。何ですか何番だったんですか。あ奥さん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 忘れ物。魔女の宅急便のねベビーカーを押してるねお母さんがねあの乳母車を忘れた時にねこう上から言うでキキが、はい届けましょうかっていう今聞きやったんですか。そう聞きいいんだよもう話そうもう時間もないからお願いします。行きましょう。いました。半袖一人だったんですよ。だから一番引くんですよね。で狙い台も決めました。最短距離で走りましょう。走っちゃダメですけどね。おはようございます。お願いします。出すここにスタモンスターハンター激辛目でいきます。あもういるもん。田中がねまあ一番なんでもう田中会ですよ今回は。うわこの感じは北斗はもううわー空いてないな。やっぱ僕の中ではサラキンがもう第一候補だったんですけど、うわー人うわーもう取れない。これはめちゃ出てるなこれ。そうね角から行こう。角行こう。どうもデチャー編集部のピスタチオ中と、はい、同じくデチャー編集部のチリビトでやらせてもらってますけども、おはようございます。おはようございます。ドンパの13話ということで来ましたね。結構やってますね。いや長いことやってるかなと思いますけども、はい、はい、どうですか。どうですか最近。どうですか最近。最近の話します。ドンパしましょうよ今から。ドンパするんですね。ドンパしていきましょう。頑張ってやっていきましょうよ、はい、本当に。でチリさん何取ったんですか。私93番で、はい、絆です。絆。はい絆。田中君と僕の絆でやらせてもらってますね今日は。あちょっとなんか寒いボがさぶーって出ましたけども、はい、対する、田中君は何を取ったんですか。僕ですね、はい、抽選番号1番で、はい、一番近い入場してすぐのモンスターハンター月辛い目を取らせていただきました。はい、取らせていただきました。ちなみに松八です。松八、はい、っていうことはその取った理由っていうのを、まあまあそうですね松八狙いで、はい、なおかつちょっと法則性も前回とはちょっと違うなと、はいはいはい、前日の法則性ですね、はい、かなり違ってきてるから、はい、ただどうなるかわからんどとということで、まあまあちょっと判別等も、はい、こう自分が打ってる機種でやりたいなと思ったので、はいまあ、1番ですし、はい、猪木か迷ったんですけどね、はい、猪木と、まあ、これ大体多分アップされるのが12月、はい、まああのモンハン月下も、はい、私の絆も上がる頃にはギリギリあるかないかぐらいの大事な、もうそうですね、まあ、僕らの卒業もうこれは兼ねて論破してやっていきたいなと。頑張りましょうか。やっていきましょう。ということでチリさん、はい、今日の店舗さん紹介してください。はい、東京都中野区にあるグランパ中野さんです。さあもうもうもうやんやんやん、はい、でもしゃーないですから、はいはい、早速論破していきましょう。早速、はい、もしっかり論破いきますよ。迫ってますから、はい、いきましょう、はい、チリさん目標は2時いきましょう。せーの論破。ちょっとかぶってるな北極と。よしそれじゃあ、僕はですねモンスターハンターで辛い目打っていきたいと思います。いきましょい。おい
前回のことを思い返すと、前回は八戸に松八がかなり強かったの据え置き狙いをしようと、いった感じで、取ったんですけど、まあ、それが、しっかりクレアから四五六角で出て、で、まあ、積もれたかなとは思うんですけど、今日ですね、11月9日収録日なんですけど、11月8の、データを見てたんですけども、正直ね、松八が全台っていうわけではないです。ただ、中には松八も良さげなグラフ、あとプラスアルファ昨日来てたっていう方とから、まあ、軽くお話してきたんですけども、窓巻きの反逆新編に関しては、しっかり6だったと思いますと。で、リゼルのデータ見ても、松八は強いで、ピラミッドは下バネが消えたということなんで、まあ、六角してたと。なんで、まあ、松八が全体的にかなりいいっていうわけではなく、要所要所で入ってるような感じでした。で、まあ、どうするかっていったところで、昨日この台が、6000枚ぐらい進んでるんですよ。なんで上げ狙いで取りました。うん、松八の不発じゃなくて、定性点の上げ狙いよっしゃー、当たった OK。 ちょっとごめんなさい、取った理由に関しては、ちょっと終わってから説明します。 OK、 50ゲーム朝一、です。投手が2本、ちょっとね、特に熱いパターンじゃなかったんで、もう一回ね、全長終わってから取った理由を話し始めようと思ったら当たっちゃったんで申し訳ないです。取った理由を簡単に説明すると、上げ狙いプラス、まあ、このモンハンさモンサンだけから今3台あるんですけど、全体系狙い で取りました。よし、行きましょう。一発目伸ばしましょう。よーし、幸先いいっす。幸先いいっすよ、かなりいいっす。で、ちなみになんですけど、まあ、僕の台が朝一50ゲームで当たって、一個右の方はキンキークエスト朝一当たってます。それが76ゲームで、これが天国移行するかどうかで、一番右の方に関しては朝一 1,2 番ところの前兆で当たってるといったところで、まあ、悪くはない。よし、行くぞ。いやね、アグナカトルね、マジちょっと手強すぎん。ちょっと待って、15ゲームかけてまだこの小指ぐらいしか削ってないよ。誰？昨夜なんで、アキラと昨夜でミドル以上濃厚です。まだハンターが4人いる状態で OKOKOK、 転倒できたらまだ可能性ある。そうよ、何やってた今まで、アキラ、君の出番でしょ、ずっと君のターンだったのに。頼む、めまい切れたら終わる。はいはいはい、これはきついぜ。ただいつ転倒してもおかしくない。あるよ、 OK、 ある、これはある。せめて5までいかんともう可能性は薄いですね。ここ継続、ここよしよしで、ここまでは確定します。削り切れ、嘘だろ、見えますささくれみたいなぐらいの HP が残ってます。頼む、やめて。 OK、 一発よ。いやー、何回も動画で言ってますけど、アグナコトルを討伐できる日はやれる日。
いやギリギリのこの感覚が楽しいんだよね。楽しいんですよ。モンスターハンター結果から夢ってここですよ。このギリギリ耐えた時、ギリギリの状態で討伐できた時、これがたまんない。オーケー、よし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 、素晴らしい。よく耐えたぞピスタチオの右手。ティガレックスですね。50元モンスター。よしよしいいよいいよいいよ。おい、サクヤ、アキラ、あと一人メルが来れば。メル来た。はいはい、濃厚です。女三剣士一番有名なグループですね。よしよし、いけるぞいけるぞ。ここは行こう。よっしゃ、しっかり討伐しよう。そう、ララがいない時の鬼神薬はすごく助かる。いけ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 。あるよ、やめてくれ、まだ終わんない。終わった。そうか、討伐できず。まあ、初っ端のは2連ですね。1頭討伐で281枚。会長レイク、さあ、まあ不慣れな絆です。あの、取った理由なんですけど、正直僕の今日の第一本命はサラリーマン金太郎マックスでした。で、まあ、93番で、まあ、取れなかったんですけど、まあ、一応このサラ金を狙ってた理由が、まあ、一応このアップされるのが、まあ、12月の頭ぐらいということで、まあ、僕が今この打ってる絆だったり、まあ、あのピスが打ってるモンハン月下、まあ、あとハーディス、まあ、ここら辺が、ね、なくなるんですよ。まあ、6号機も今増えてますけど、まあ、やっぱりこうお店としては寝台にこう入れてるっていうのはやっぱりイメージ付けしていきたいところなのかなっていう。でその中で、まあ、の今週導入された機種、まあ、一番でかいのが、まあ、北斗なんですけど、まあ、北斗とそのサラ金があって、北斗はまあ台数的に15台入ってるんで、全台系ってなると、まあ、台数的にも結構厳しい台数なのかなと、まあ、そこだけで終わってしまうのかなっていう。で、まあ、かつ、6のデータが、まあ、結構綺麗な右肩上がりなんで、まあ、何台かがそういう挙動だったら、まあ、ある程度もすぐ気づいちゃうのかなと。まあ、金太郎は4台ということで、まあ、台数的にも、あら、当たるな、まあ、入れやすい適正台数じゃないですけど、そういうイメージだったんで、まあ、まあ、あんまり設定推測の部分は分からないですけど、まあ、ただ取れなかったんで、まあ、ちょっと続きはこの後話しましょう。とりあえず2本で38ゲーム当たりました。まあ、全く分からないんで、いや長そうだなこれ。お、ラッキー、いいよ。で、その前回、ま、あのチンと田中がやった論破で、まあ、のこの収録の前日の8の日に強かった松尾の8番台が良かったとかなんちゃらみたいな下りがあって、まあ、8番台も結構もう、まあ、絆も8番台は埋まってたんですけど、まあ、取れない状況だった。で本来なら、まあ、いいよ、剣でも良かったんですけど、まあ、2時に帰りたいので、いろいろ見てる中で、この絆が、まあ、
台番は31番台なんですけど、結構綺麗に出てる右肩上がりの昨日の台で、で、まあ、前回末尾8がどうとかって言ってたんですけど、まあ、ちょっと着眼点を変えて8以外で出てた日の、あの出てた台の据え置きみたいなパターンもやってもいいんじゃない、言うやった方がいいんじゃないっていう、まあ、あの同じ法則を2回連続とかで、やらない人の心理的に、だから今店長の心理です、俺が店長だったらやらないです。さあこのままいいよ、1回チャンス目引いてますからね、でボード C だったんで、もうここはもう入れましょう。あ、バイブ来てました。よし、BT です。さあこれででももう6ベル、まあ6ベルというか3ベル出たらもう論破なんで、僕はで、まあ絆台数、まあ12台ぐらいあるのかな、なんでもちろんこう、まあ、今までの論破でもそうだったんですけど、まあ、やっぱ前代とかになることは、まあ、ほぼほとんどないと思います。ただやっぱ台数も多いんで、せっかく設定を振ってる箇所だと思うんですよ。でそうなった時に、まあ、あの末尾8番台だったり、まあ、昔とかで言うと最近はそういう癖がないのかもしれないですけど、まあ、空気清浄機の下だったり、まあ、いろんな中でこの台が多分昨日一番綺麗に出てる絆だったので、まあ、の据え置きじゃないにせよ、まあ、昨日6だとしての同一設定の打ち替えだったり、はい、頼む、まあ、とりあえずはでも、持ちコインで一発目入りましたんで、めでたしめでたし、まあやっぱこの中野グランパ中野ぐらいのその台数だと、台数とこの構成だと結構ね、まあ一機種その前代系みたいな法則がやっぱ作りやすいのかなと、4台設置3台設置ぐらいの、まあ、そういうのもあって、まあ、やばい終わりそうだ、サラキンが第一候補だったんですけど、まあダメでしたから、いいよいいよ、ラッキー、まあ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 、まあただちょっと稼働やっぱ土曜日だからいいんで、これがダメだったら、まあ、まあどのぐらいの時間で僕がねこうダメという判断をするかわかんないですけど、時間帯によってもう打つ台ないんで、まあ、その時はもうガロコレクションでも今日は打ちますよ僕は。まあ、パチンコの設定付きも別に設定を見抜ければ論破なわけなんで。よし。田中、とりあえず行くか、一発目はここで当たっちゃったり、あ
やいやいやここよね。あま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 あしゃあない。全然あれっすね、つかんっすね。今年も終わりますね。2019年どうでした、皆さん楽しい年でしたか。もうね、最近疲れるよね、日々生きることが。楽しかったですか今年は。お姉さんは、あ、楽しい一年だった。少し楽しかった。いや今日楽しかったって言えるように僕は頑張るんで、それを目標に。論破するのはあんま得意じゃないんで、設定を。僕はそれも一つの目標で今日は頑張ります。あら、まだです、まだです。ラッキー。あ、当たってないかい。ただ継続する。全然絆システム交渉委員会が全然仕事してくれないですね。まあでもこれはちょっと千枚行きゃまあだいぶ楽っすね。この後のハマリもまあ持ちメダルというかで、まあ、ある程度は戦えるんで、ある程度はね。さあこれよ、ここよ。まあ、とりあえず245,878枚で終わり。まあ投資も2本なんでいいんじゃないでしょうか。まあかつここもまたわりかしいいところテーブルに行っててくれればもう。まあどっちみち大移動もでしばらくできなそうなんで、ちょっと一回見てきますわ僕周り。まあ全体的にはないでしょうね。もうすでにないと思います。まあ大谷さんがもうチャンスゾーンからの天国以降、まあ1、2番までの当たりが2の0、うん、で一番右の方も現状620。さすがにね、全6とかではない気がします。ここまでね、負の要素が強いと。赤エフェクト2回。いや、どうですか。全長3回目、ちょっと強いですね。400ゲーム、行くぜ行くぜ。さあクエスト行きましょい。ちょっと強いですよ。ある、赤まで行きの、はい、ここ U のカットインからのボタンでかいのない、 OK 大丈夫。427ゲームです。みんな大好きな言葉、まあ、みんな大好き判別勝ちが一番やっぱね
いいと思うんですよ。あ、ララ来た、みんなのララ、みんな大好きララ。そう、あ、違いましたねからの、あ、でも勝ってますねが一番いい。よし、びっくりした、なんかチリさんが叫んでる。はい、行きましょう。え、ドボルベルク、クッ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 ク、さあ、やっぱね、こうなってくるとドボルベルクに関してはメルが欲しい、メル。ヘイ、さあメル、メル無双入ろう、メル無双入ろうぜ、ユウじゃないメルが欲しいんだ今。さあミランダとララが同一グループなんで一応ミドル以上で、ミランダも得意モンスターなんでこれはね討伐したい。ドボルベルクやはりダメージがね通りにくいんで、状態以上でのダメージが重要。よし、いいよ、いいね、ミランダ姉さん最高っす。 OK、 逃げ気っすよ、逃げ気に得意になるっすよ、素晴らしい。 V 破壊してほしいな、体勢を崩す方、これは討伐できたですね。さあストックしていこう、ここでレイク大事よ、ナビなし。ああ、そうか、そうね、よし、オッケーオッケー、討伐していきましょう。さっき2連で終わってるんでここ越えよう。リオレウス1等298枚ヒロシかーかー、悔しい場合、一つ残念なお知らせが今ちょっとバーッと見てきて、まあ僕がまあ注目している今日サラリーマン金太郎なんですけど、ちょっと見ていいか悪いかがわからない、すまんどうなんだろう、どういう代だかもあんま分かってないからな。ただハマってはいました、まあ、もしサウナに入って体を流さないで俺サウナに入ってるって思い当たる節がある人はぜひ次からちゃんと体を流してもらって。あ、吸収ゲーム、あー来た、わかりました。3スルー目、あ、いや2スルー、ワンチャン、緊張しちゃうな、やっぱ来ないと分かってても。まさかの石ベル、はい、そうですか、そうですか、そうですか、一番いらないベルですね、ベル撃破でしたね。ただこの前ほんと直近でたまたま絆を朝から打ちまして、まあ設定がね最終的にどうだったかわかんないんですけど、1ベルと2ベルが出たんですよその時も。もしかしたら設定ありそうかもっていう台だったんで、そういうことももちろんあるんで。さあ、当たってるね、君当たってるべ。
欲しいな。欲しい。欲しい。欲しいか。チャンス。スイカ引いてアイルビンゴの前兆っすね。ちょっと強いぞ。これはいきそう。 OK、 行きましょう。73ゲームでアイルビンゴです。これ刺したいな。ただちょっとモードイコモを見たいから、いやでも 刺してほしいな。どちらにしろ欲しい。だチャンスゾーン直撃後のモードイコモを見たいんで、これは欲しい。おいおいちゃん、なんならもう1回も引かずに10ゲーム過ごしてほしかったけど、まあでも5なんで可能性はある。7来たぞ。はい、そう固めて引いていけ。よし3。わお、いやこういうことですよ、こういうことです。さあバーヒロシがいるんで、クルペッコでもいいって言おうとしたらキギネブラ。本当にここからが勝負。常に前に出る姿勢。そう、前を向いて進んでいけ。きたー、よし、オッケー。あとはストック、どんだけもうどう考えてもやはりモンスターアタックから今はストックです。よし、オッケー。赤7、いや大連続とか久しぶりにやりたいな。彼これもう3年ぐらい見てない気がする。来たぜ来たぜ、ナルガクルガ来たぜ。よし討伐するしか、討伐する気はないんだよ。よし隊長、あとは隊長を呼ぶだけ。 OK、 いいよ、ララが得意モンスターですからね。ベルよーげー、タメさん、さん、よっしゃ、オーケーよ、これはオーケーよ、頼む、いい、動け動け、そういうこと、ミランダ姉さん、そういうこと、いや別に毒まだならなくて、毒ならなくても早く口動かさんと手動かせ、いやーちょっと頼む、まだ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 、いやーリプレイなんて。くそ、オッケー、ナイス、これはナイス、相当ナイス、削りすぎ、オッケー、この間にこの間に、いけいけいけ、やれやれやれ、どんどんいけ、ラーラ無双入れ、 V 破壊、 V 破壊、いやマジでいいぞ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 、まだ終わんな、まだ終わんな、まだ終わらんけど、リプレイか、避ける、うわ反撃カウンター入る、終わらない、しかも感電する、感電括弧2発目、くーそうか、よく見たら切れてますね、攻撃力アップ切れてます。まあ、もちろんモンスターによっても感電、まあ、リプレイの連続で感電するんですけど、リプレイした時のうわ毒になった、そうですね、割合が違うと、パーセンテージが違うと。いいよ、このまま毒で押し切ろう、押し切る、フックか、大幅にアップさせんでもいいけどな、今攻撃の方が逆に良かったんじゃないかなと。よしよし、あとはあと残り20ゲームなんで、15ゲーム残して討伐すると、
高橋押し切った、押し切り萌え、ここでスペシャルムービーに行けば激アツで、しかも V 破壊もしてる。ここマジで銀大事、銀が大事、ここ赤青2個も取れなかった。いやまあまあいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう、よかよか、はい、バーモンスター、あれ V 破壊チャンス、 V 破壊チャンスです。 V 破壊して伸ばしましょう。ボルボロス、ヒロシいるし、やったりましょうよ。おえそこがある左だよ、ここまでか、ストック1個あります。いや悔しかばい、悔しかばい、さあギギネブラです。ちょっと待って、ここでリプレイはきついな。いやここのリプレイはきつい。いやちょっと待ってください、やめてください。ちょっと待って、 V 破壊する、 V 破壊する、うわ2連続、言うかオーダルバグランとか使わん。いやでも赤の、はい、セビレ2回連続リバースロックあるやろこれは。よーしいった、 V 破壊もしてます。これがあるからモンスターハンター結果雷鳴はやめれねえんだよな。いや無理かなと皆さん思ったでしょ、あそこの2連続の霊薬、いやーたまらんね。 V 破壊、さっきナルガクルガの時は取れなかったですよね。じゃあ取ります、大丈夫です、ガバガバ理論地村の村民としては絶対取ります。よっしゃーよっしゃー、よーしこれでストックも出たぞ、でかいぞ、相当でかいぞ、サクヤいるぞ、もうすでにサクヤいるぞ、この台楽しいんです。皆さんちょっとね、まあ、この道具がアップされて撤去がどこまで進んでるかわからないですけど、あと1日2日いや1週間ぐらいあるとは思うんで、もう打ってほしいな、これは思い出に残る一機種、特に AT、RT 機の中ではマジでね面白い機種です。さあ裏眼金今日初っすね。でさっきのあたりと含めて、投資分はまくってます、11本最高。いやなんでハイだけどギリギリなん、ハイでギリギリやん、よし耐えた、オーマイカイ、4人攻撃どこまで削る、うーんタラーンタラーン、メルまだですかね、よっしゃいった、オッケー、討伐です、オッケーです、耐えた、ストック使わずに済んだ、討伐した、オッケー、ここ下バネしようとしました、オッケー、今日初の青7、さあバーですね、今日初のクルペッコ、イビルジョ呼ぼうか、いやーもうラスト5、いけるのかい、どうなんだい、あるよ、諦めちゃダメだ、最後の最後まで諦めない、終わらせないよ、
まだ終わらせないよ。あるよ。今日どうした？今日どうした？今日すごいね。自分で言うのもなんだけど、今日ゴイゴイ数じゃない？素晴らしすぎる。あざます。さあゴリゴリ行きましょう。さあ今日初のジンオーガーです。先行玉よっしゃー。そうまだ早い、まだ早い。しびれはまだまだまだストップ。ダメージを与えつつ、そういういいよ、働く。まだよし、チャンスだよ。いやめまいなくなるか、ここで投げてけ、なんかいろいろ投げろ、ポカ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 って投げろ、いろいろやってけ、やってけって。ちょっと神王がハイ濃厚でね、討伐失敗はダメだね。889枚です。ストックまだ1個あります。いやーマジか、悔しいな今のは、悔しいぜ。はい7を狙え。オッケー、ディアブロスですね。今日初。やべ、やっぱローきついのかな。何する？オーダルか、いいでしょ、いいでしょ。あとはモラ、モラの状態上、麻痺だけ。よし落とし穴だ。5までは行く。これが2 3 4 5 5。わお、ありがとう。どこまで行く？行け、全部行け、ドン。ちょっとねえってば。待て、やめろやめろ。ここ素晴らしいよ、素晴らしい。諦めちゃダメ、ローでもいいの。いやすごいんですよ、なんかこの辺の血管の血流がもうこのわちゃわちゃ鳴ってる感がすごい。頭に血が昇るってこういうこと。怒ってるわけじゃない、決して。興奮しすぎてアドレナリンが出すぎて。よし、今日2発目裏眼筋ですね。3、いやー早いなそれは。あとは転倒か、転倒、はい。あとどうなる、こっからこっからどうなっていきます。あと1ゲージあるんですよ。まあこれで3で終わったらやばい。よし、これで5、ここ伸びたら可能性が広がる。よし OK、 あるぞ次、ここ続け。いつもギリギリでもね、カトゥーンも言ってた、ギリギリで生きてたいんですよ人間って結局ね。そうギリギリで生きてたいんですよ。よっしゃー、討伐試合。素晴らしかー。
半端ねえ、ドキドキが止まんねえ。今日はやれる日、マジでやれる日や。 OK、お、いいっすね。もうミドル以上が濃厚してる、濃厚な状態からスタート。 BJ とモラはドイツグループです。さあリオレス、ヒロシ、うわー、ハイダー残り7ゲームで、ハイなんすよ、はい、なんすよって。 BJ モラヒロシいるんですよ、まだ2ゲージ残っとるって。いやーマジか、終わんな、くー、そうね、いい、10頭討伐で1842枚です。でも、まあ、正直そのハレンチなね引きを僕出してなかったんですよ。なんですけど、まあ、こうなんていうんですかね、一頭一頭しっかり討伐できたんで、その爆発的な引きはなかったですけど、トータル1842枚。さあ、追加投資が2本、天井です、計4本。黄色です。ボールベル行こう、ムシムシ、あー終わった、100ゲーム、101ゲーム、ボタンプッシュでカメないね。さあちょっと店内見ていきたいと思いますけども、まずはノーマルタイプコーナーから。前日このノーマルタイプチマに関してはかなり良かったというコメントも拾えてるので、まあ、今日はどうかといったところなんですけども、ドンツが前日31-33で本日115分の1、バーサスはちょっとつらそうだな、1157ゲーム、ちょっとつらそうだな。え、昨日のゲッタマもね、37-36ついてるんですよね、うん、で、そのピラミッドアイ、隣のピラミッドアイが六角してたと。で、その右のバンバンクロスですね、まあまあ C か C プラスかどちらかだと、まあてかでしょうね、はい、で今日も2-29で C か C プラス臭いと。で今日あるとしたら、まあ活気臭1対ずつぐらいなのかなと思います。この辺ですね、30番台のバーサスが110分の1。ただこれが隣が28番台で、前日8番台のグラフがこんな感じなんですよね、プラス500枚ぐらいで終わっちゃってる、24-19。で昨日良かったリゼロがどうかっていう話なんですけど、松八が0からし2回、こっちの松八は0からし4回、初当たり4回ですね。で目立ってすごいいいねっていうリゼロは今日はないかな、まあ、あるとしたら前日も良かった松八の大きいかなと。スロット窓か新編、これですね、まあ、こういう台ですからね。なんだかんだ言ってうだ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 
試合はすごいな、うん、で前日の松橋の審判がスロット窓か審判こんな感じで、今日がこんな感じ、うん、昨日松橋でへこんでる台が台で、まあ、上がってるかなり今日良さげっていう台があれば、まあ、このモンスターだけから追う意味はあると思うんですけど、ちょっとさすがにそういう感じではないのでやめます、はい、さあどうですか、まあ、どうしましょう、自分の台で言えば、まあ、僕ももう今かなと、やめるんだったらサンスルーしてて、はいはい、まあ、月も満月なんで、まあ、別にやめてもいいかなと、はい、うん、ただ映るところはないよね、いやそうなんですよね、まあ、そこなんですよね、なんで、まあ、僕も後半結果やめたんですけど、まあ、この後どうしようっていう路頭に迷ってるところなんですよ、そうなのよ、はい、で多分なかなか開かないでしょこれ、まあ、よさげの台は開かないかな、このままもしかしたらエンディングに飛ぶ可能性もあるといや可能性って可能性の話ですよ、可能性の話なので、はい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 、可能性にはなくはないかなとは思うので、はい、まあ、パチンコでもいいんでしょ、その要は設定をカンパするというか、まあ、もちろんもちろんそれは OK だと思われます、まあ、じゃあちょっと一回、まあ、全部見て回りますか、まあ、無駄に打っても意味ないもんね、はい、こっから俺たちの逆襲が、あ、ちなみに今サマーはどうなの、あ、僕はプラスです、あ、そう、チェリーさんは、俺ね今540枚ぐらい、30何枚かそれぐらいはプラってますよ、それぐらいピスタチオがプラってますから、まあでもこっから怒涛のね、はい、逆襲をピス取りましょう、はい、お願いします、お願いします、はい、行きましょう、さあチェリーさん、はい、2人とも台を同時にやめてほぼあれから2時間ぐらい経ちました、はい、ちょっと見ていきますか、まあ、ちょっと確定系拾えてるところなんですけど、4、5、6で出てます、8番台で前日こんな感じですね、うん、まあ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 、まあ、確定系が出てるからね、ここはもうで北斗の下4台がここから82からの4台が片島の4台にある方ですね、逆側の方が強そうじゃない、ここほら俺とかめっちゃ綺麗、これも、はい、逆に僕少ない方が全体系やりやすいだろうと思ってたんですけど、どっちかっていうと1列の方がまだ初当たりしっかり取れてるかなっていう、悪くはなさそう、はい、しっかり伸びてますもんね、うん、6号機なんでここから時間経てばっていう感じだと思うんですけど、そこそこ初当たりはいけてますもん ね、 そうね、あ、これもまあまあまあ、これはきつそうなんですよね、11回目にして予約入ったって言ってました、まあ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 。バトルですね、で一応これ82か82から2以上は出てます、2以上、まあ、2回しか入ったってない、なんで、まあ、どっちかって言ったら1列の方が強いかなとは思います、なるほどね、であとはまあ、末尾8で前日で好調だった場合が、まあ、数台うん据え置きなのかなと、まあ、やっぱ生地稼働がいいので、まあ、末尾8の良さそうなのももちろん開かないですし、空いたところですぐ取られるって感じなので、ちょっと、うん、ここから何か打てるかといったらきついのかなとは思います、俺は帰るわ、帰ります、俺帰るわ、一旦帰ります、まあまあしばらく帰るわ、わかりました、サウナ行って帰ってくるだけでしょ、あ、それでもいいねまあまあちょっとね稼働が良くて、動けるような状況じゃないので、このまま実戦終了になりそうな感じはしてます、まあ、もうちょっと見てみようか、そうですね、はい、ダメだったらもうこのまま、そうですね、会社の絵になるわけよ、はい、ありがとうございます、いやまあちょっとしんどい部分もあったかなとは思うんですけども、まあ、2人合わせたらしっかりとプラスで終われた回かなと、そうだっけ、はい、そこは結果を出しておきます、はい、まあ、でも結局僕が積もって出たっていう感じではないので、まあ
足らずかなと。田中君の打った台はちなみに最終的にどうなんですか、はい、プラスじゃないですか。プラス449枚、まあ、結構いいところでやめたのかな、はい。まあ、その後、まあ、戻り込み見ててもちょっとしんどそうかなとは思ったので、はい、まあ、ちょっときつかったかな、かなと、うんうん、はい。僕の打った31番台の絆を打ったんですけど、はい、マイナス2400枚。ミクギリですね。死にやられますよ。僕は打ちながら結構予想というか、なんか法則をこうある程度仮説を話してたんですけど、まあ全然当たってないということですね。これは多分で当日のデータを出してみるとですね、3枚ですね、はい、一番目立ってたのが、まあ、北斗の天章かなと。マリカシ導入してすぐだよね。そうですね、1周目だもん。1周目とかの時だったので、はい、で、まあ、前代じゃなくて肩しますね、うん。要は台数の多い方、長い方ね、長い方、うんうん、台数が多かった方の北斗の天章の列がですね、プラスの 16,030 枚、うん、で平均にすると1457枚です、うん。まあ悪くなさそうだったもんね、実際。そうですね。ただなんか6かって言われたら、まあ、前代かと、めっちゃ切れてるじゃないですか、うん、6って、うん、本当にもう負けないんじゃないかっていうぐらい右肩上がりに出るんで、まあ、そう考えると前4、5、6とか4、まあ、オール4とか、はい、利率考えたら、はい、そういう風になってたのかなとは思います。ここ塊ですね、はいはい、プラス3枚が目立つところがあるので、うん、まあ、この辺、まあ、なんですけど、まあ、全体で見るとやっぱりいつもの論破に比べるとちょっと元気なかったかなとは思います。でクリアから4、5、6確定とかも拾えてるので、まあ、入ってないことはないんですけど、まあ、最高設定6を多用してるかって言われたら、まあ、そんな雰囲気はなかったかなと。あ、でもクリア2台とも出てるんだね、一応。そうですね、まあ、平均2000枚ぐらい出てますね。すみません、ちょっとまとめてもらっていいですか、ちーさん。はい、そうですね、寝台だった、はい、まあ僕も寝台は予想してたんです、はい、サラリーマン金太郎は。あ、サラ金っすよね。そう、はい、まあで台数も少ないじゃないですか、北斗に比べて。ただまあ、あの台数がどっちかというと多い北斗の方が、まあ、しかも2列あった方の長い方の島は、まあここはまあね強かったのかなと。まあ、さっき言ったと刺さってますよ、まあまあ、まあ、あとはそのさっき田中が言ったけど、はい、前日の出てた、まあ、リゼロとかは、はい、前日もうバチコーンって綺麗に上がっているところが、うん、あのこの日も綺麗だったりっていうのはあったんで、はい、まあ、そこら辺が、まあ、何台かあったのかなっていうところだから、前日良かったところ、この辺もですね。そう、あのクレアの、はい、出たって言ってたね、台も。それもしかも8番台でしょ、はい、でリゼロも確か末尾8番台だったりしてたんで、はいはい、まあ、そういったところなのかなといったところですね、はい。まあ、よければ、はい、またあとチリビとピスタチオ田中タッグ、はい、グランパー大久保の方でも、はい、やりましょう、やりましょう。もうめちゃくちゃ活躍してる、まあ、そうね、しっかりね、はい、論破していきたいと、論破していきたいと、はい、思います、はい、よろしく引き続きよろしくお願いします。それではお願いします、はい、お願いいたします。 See you next week. バイバイ。I'm scared of the dark. I'm afraid of the shadows.